確かに一緒やね。どこシェイプ化しようか迷いまくってる、わら。ああ、どこがいいかな。まあでもなんかね、記号と回りやすさとかも、どのマップも良くなってるから、美味しさやと思うね。カードが落ちるとか、例えばね。カードが落ちて美味しいとか、ボスが複数によって美味しいとか、そういうのでいいと思うけどな。不純な動機で。幽霊来てくれたのに倒してしまった。これマルチストライクの方が良さそうやな。I believe in traveling light. ああ、開いちゃったか。両方ね、毒リンクいるな。おお、カオス、生カオス。生カオス。
これグレードフィブリー 4L やからね。微妙。ディスコって赤マップ異常かチャンスでしか出ないのかな？いや、そういう制限はないやろうけど、どこででも出るはずやけど、ベースさえ、ベースレベルさえクリアしてれば。落ちにくくなったよね。で、位置ってのは出にくくなったってこと？そうそうそう。位置が一番レアリティ高い。他に T1 って言ったら何やろ、カオムとか。お、3つ目シャブロンとかちゃう。昔公式に載ってたよね、何が T1 かリストが。あれは 2.0 入るときやったかな。